こんにちは今日は仕事率を考えるよ仕事前回ね仕事をやったんだけども今日は仕事率っていうのを考えるんだけどもまずは前回ののの仕事のおさらいこの図を見てみよう前回クマちゃんがボールに力を加えて移動したとでこの時に力 F が物体にした仕事は力と移動方向が一致する場合は「 単純に力かける移動距離これが仕事だったよね。単位覚えてるかな。仕事の単位はジュールだったよね。これが基本形。ところがもし力が移動方向に対して斜めの場合はどうするんだったっけ。この場合は仕事は仕事は力かける移動距離かける2つのベクトルなす角度シータを利用して Fs コサインシータと表すことができるんだったよね。これが前回のおさらいだ。 さあ今日は仕事率とは何かなっていうのを考えていこう。さあ仕事率とは何かなっていうのをまず定義をしたいんだけども、仕事率記号でよく使うのが P っていう記号を使うんだね。えー、ちなみに仕事率の定義を書くと。 これね、1秒あたりの仕事なんだねいい仕事率っていうのは1秒あたりの仕事それが仕事率だっていうことなんだけども、えー、この図を見てみようくまちゃんが物体これ野球のボールって感じだよね野球のボールを押してるとその押す力の大きさが F ニュートンでそして 移動した S メートル移動してえその移動に要した時間がさここ時間が登場だよね。え T 秒経過したといい一定の力を加えて S メートル移動するそれに応する時間が T 秒だったじゃあこのクマちゃんが物体にした仕事率をこれから計算していきたいんだけども仕事率はまず割り算で表すことができるんだね。 1>, 1秒あたりの仕事っていうのは今クマちゃんが物体した仕事 w ジュールと表すと、えー、時間は T 秒経過してるわけだから、えー、もちろん経過時間で割り算すれば1秒あたりが出るよね。具体的な数字言うと例えばクマちゃんがした仕事が1 0ルだったんですよね 10J、えー。時間が5秒経過したんですよね。 そうすると1秒あたりの仕事はっていうともちろん1 0ルを5秒で割り算するとこれが1秒あたりだねえちなみに仕事率の単位なんだけどもジュールマイセカンドと書きそうなんだけどもえ一言で W と書いて読み方 W っていうものだねット聞いたことあるよね W っていうのは。 電力でも登場する記号なんだけどもも電力でも登場する単位なんだけどもワットっていう単位を使うんだね。と書かずにワットという単位を覚えておこう。これが仕事率の基本形なんだけどもこれを書き換えます。書き換えるとどういうことかっていうとまず「仕事」「くまちゃんが今ボールにした仕事は」っていうともちろん力をかける移動距離と表すことができるよね。 それを時間で割り算すすると表すこと表こができるよく見てほしいんだけども力かけるさあこの部分見て移動距離を時間で割り算したものって何だろう移動距離を時間で割り算したものってそれって物体の速度だよね1秒あたりの移動距離って速度なんだからよく考えてみると f かける 速度を使って F. V. と表すこともできるわけだ。基本形は仕事ある時間なんだけども。力と速度が与えられている場合は、仕事率は F. V. と表すこともできるんだね。さあ、それがここに登場します。仕事率は、えー、まず記号で P. と表して単位ワット。今日ね、ワットという単位をしっかり覚えてほしいんだけども、基本形は。 えー仕事1 0 w ルを時間 T 秒で割り算したものが仕事率なんだけども一歩踏み込むと力と速度の掛け算だという表し方もできるんだこれが仕事率だっていうのを覚えようねじゃあ練習問題やってみようねえ図のように粗い面上に「粗い」ってあるよね摩擦があるよっていうことだね。 質量2.0キログラムの物体を乗せ外力 F を加えて4.0メートルマイセカンドの一定の速ささあここ重要だね一定の速さ等速直線運動ってことだね5.0秒間移動させましたちょっとこれ書いとくかな右向きの速度が V 4.0メートルマイセカンドで そして5.0秒間移動させる。えー、っとこの辺にしようかな。ここが時刻5.0秒後の位置だったとしよう。さ、あ動摩擦係数が0.10。みんな覚えてるかな。動摩擦係数は記号で μ ダッシュと書いたものがあったよね。動摩擦係数が0.10。 重力加速度重として有効数字二桁重要だよね。ええー、答えは有効数字二桁で答えなさい。さあ1、一番外力 F の仕事および仕事率は一体いくらかな。この力だね。この力の仕事および仕事率なんだけども。まず、この力 F そのものがどこにも書いていなかったよね。これを計算する必要があるわけだ。 そこで物体に働く力全部書きたいんだけども働く力は重力とあとなんだろうえもちろん接触力なんだけども今床に接してるから床から受ける垂直抗力これ N って表すとこうね。そしてえもちろん移動方向と逆向きに動摩擦力が働くよね。覚えている動摩擦力っていうのはは方向は 移動と逆向きだったよ、ね、い,い。で、そして大きさは動摩擦係数を利用すると覚えてる動摩擦力は μ'n で一定力だったよね。え、それを書くと n 動摩擦力だよ、はい、すると F はいくらかなっていうと今運動してるから加速度書いとこう。 右向きの加速度まあ、右向きプラス定めて a はいで加速度なんだけども、一定の速さってあるよね。一定の速さということは、加速度は実はゼロだよね。加速度がゼロだっていうことは左右の力釣り合っていると考えて良さそうだよねえ。それどういうことかって言うと、運動方程式を立ててみようか。ma は。 いい MA はまず加速度に平行な力は F と同摩擦力があるんだけども F は右向きだからプラス同摩擦力はマイナス μ n だよね。ちなみに n なんだけども上下の力 n と mg は釣り合ってるのが分かるよね。μ n の n はもう mg に置き換えちゃう。mg とこれ同摩擦力だよね。 で加速度は今0だというのをここに代入しよう加速度に加速度イコール =0 だよというのを代入すると実は F と同摩擦力は同じ大きさ釣り合ってるっていうことが分かるよね。えつまり引っ張る力 F は μ'mg と計算できるわけだえ。具体的な値を計算するとまず同摩擦係数が0.10。 零点一ゼロをける物体質量が二点ゼロ、えそして重力加速度が十だったよね。でこれを計算すると零点一ゼロ掛ける二点ゼロ掛ける十はえこれを計算すると二点ゼロニュートンと表すことができるよね。これが力だ。えー、次に 仕事が知りたいっていうことはもちろん移動距離が知りたいんだけども今物体はこの場所からここまで移動してるよね。でその移動距離 S を求めたいんだけどもこれは簡単だよね。速度が一定なのだからえもちろん一定の速度速度っていうのは1秒あたりの移動距離だから速度に時間を掛け算すると移動距離が出るよね。えだから 移動距離 s メートルは速度かける時間。速度は四点ゼロメートル毎セカンド時間は五点ゼロ秒だから四かける五は二十。これだけ移動しているのがわかるわけだ。えさあやっとこれでまず引っ張る力二点ゼロニュートンでそして移動距離二十メートルが出てきたね。で仕事がいくらかな。 えまず仕事は力と移動方向が一致しているわけだから力かける移動距離で計算することができるよねえ力の大きさは2.0そして移動距離が20だからえこれを計算すると40ジュールと表すことができるさあこれが答えまず外力の下仕事は力かける移動距離で40ジュールと表すことができる さらにもう一つ「仕事率」記号でピッてらしておこうね「仕事率は一体いくらかな?」基本はこうだよ仕事率っていうのは仕事今求めた仕事を時間で割り算したものが仕事率だよね。え今求めた仕事は4 0ルね4 0ルを「時間はいくらかな?」っていうと。 5秒経過したいわけだから5.0秒で割り算すると4 5で割り算するともちろん8.0単位覚えてるジュールマイセカンドと書か,かずにワットと書くさこれが仕事率だよね。あるいはいいもう一つの表し方は仕事率って力と速度を使って表すこともできるんだよね。速度が与えられてるわけだから 力かけけるるる速度でで計算することもできるわえ、そうすると力が2 0ンで速度は4 0ンドだったっていうことは2 0る4 0は8 0トともちろんさっきと全く同じ計算結果が得られるわけだね。いいかな仕事率はまず基本形は力を時間で割り算するが基本形なんだけども。 今みたいに速度が与えられている場合は力と速度の掛け算で計算することもできるというのは分かったよね。続いて2をやってみよう動摩擦力の仕事を求めよう。えー、動摩擦力は移動と逆向きだったよ、ね、でこの動摩擦力のした仕事なんだけども力が左向きで μ'n。 移動方向は右向きだから逆向きつまり百八十度の角度をなしてるよね。でこの場合の動摩擦力の仕事力と移動方向逆向きだから仕事ってマイナスになるんだってよね。覚えてる、えー？基本的には仕事というのは力かける移動距離かけるコサインシーターで表すことができるよね。今シーターが 180度なのだからもちろんマイナスで力かける移動距離って表すことができるわけだでそうするとまずマイナスで力の大きさはもちろん動摩擦力 μ'n さっきも出てきた通りこれが動摩擦力引っ張る力と同じ大きさだということで動摩擦力の大きさはもうすでに計算済みっていうのはわかるよね引っ張る力と動摩擦力が同じ大きさで 大きさ2.0ニュートンだから力は2.0ニュートンに移動距離20を掛け算すると動摩擦力のする仕事はマイナス40ジュールと仕事はマイナスで大きさ40ジュールと表すことができたんだねさあ 今今日日のまとめなんだけども今日は仕事率を考えてる、ね、仕事率を表す記号 P っていう記号を、ね、しっかり覚えてほしいんだけども1秒あたりの仕事が仕事事がですねえ具体的な計算はまず基本的には仕事を仕事に要した時間で割り算したものが仕事率なんだけども仕事は力かける移動距離で表現できる。すると移動距離割る時間が速度だから F×V 表すこともできるんだよねさあ今日のまとめなんだけども仕事率 pW は基本的には仕事 w ルを時間 T 秒で割り算したものなんだけどもちょっと一歩踏み込むと力と速度の掛け算だというのをしっかり覚えようね。